前から不思議やったんやけど、試合の時アリーナ席でパソコン使ってる人いるやろ。これって何してる人なんや？記者？アナリストだよ。れっきとしたチームメイト。へえ、そうなんや。自分のチームとか相手チームの情報を集めたり分析して、試合中にベンチの監督とかコーチに教える役割。まあ高校にはほとんどいないな。なんか俺ってずるくね？ずるくない。バレーはコンピューターの使用 OK だから。コートの外側でしかわからんこともあるでな。いいアナリストがいるとそれだけ試合も有利になる。へえ。バレーのチームにはマネージャー業とアナリスト業でサポートチームがある。試合には出んくても頼りになる仲間や。昔は監督とかコーチがやってたらしい。だからコーチングしてるアナリストもたまにいる。試合だけじゃなくて練習中の映像を撮って弱点を見抜く力が必要な仕事だ。なんかそれもかっけえな。ああ、縁の下の力持ち。俺も最高にかっこいいと思う。なんか今日は意見が合うようやな。たまたまです。そっけないこと言うなよ。